HD102117 は、ケンタウルス座の方角に約130光年の位置にある7等級の構成である。質量は太陽の1.08倍で、半径は1.19倍である。表面温度はわずかに低く、形成から55億年が経過しているとされており、太陽と同じく G があった主系列性に分類されている。金属量は多く、太陽のほぼ2倍にもなる。 2004年、アングロイコールオーストラリアン惑星創作のチームが周囲を公転する惑星の存在を公表した。その直後に高精度視線速度系外惑星探査装置のチームも惑星の存在を発表している。どちらのグループもドップラー分光法を使用して観測を行った。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する。 機械を提供する i a u 1 0 0ネームエクセワールズプロジェクトにおいて HD102117 系はピトケアン諸島に割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでピトケアン諸島内での選考と国際天文学連合への提案を経て太陽系外惑星とその母星に固有名が 承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD102117 はユクラン、HD102117B はレキルセロンと命名された。ユクランはピトケアン諸島で話されているピトケアン語で我々を意味する言葉、レキルサランはピトケアン語で子供を意味する言葉である。 ありがとうございます。